こんにちは、グッピーこずえです。車中泊用の車を DIY したいということで、今日は初めて中古車を見に行ってきまーす。これネットで見てるだけやったらあかんなっていうことで、二人とも空いたので、いや私はもう編集をすっぽかして行くぞっていう感じで、あれです。ノリノリかな。買うぞ。でも買うぞ。どんなんしようかは、まあでも一応 K にしようかなと思って。絶対 K やろ。え、買えるのって絶対 K やろ。とりあえず K で探してて、バン、K バンやな。 K バンがよくって、で、あとはハイゼットカーゴ。え、でも車検の時本じゃん、なんでそのティッシュ1個でも取らなあかんかったん。でも今調べたら車検をめっちゃ気にしてんねんけど、なんか体の何パーセントとかの重さやったらいいみたいな、なんかそういうの出てきたけど、まあちゃんと調べなあかんけど、難しいな。計算がまず苦手やしな、パーセントとか覚えてないよな。もういや帰らん帰らん、行くね。今から行くね。あの、うん、軽いもので何か棚とか作ってあげた方が、軽い木材でってこと、木材で作ってあげた方が、取り外しとかができればいいってことやな。ほんでベッドもあれやんな、ずっとベッドにしとくわけにいかんから、うちはなんかずっと立てなあかん。そういうことやもんな。だから椅子もちゃんと立てれて、これ難しいんちゃん、めっちゃ。とりあえず3つ見てきました。やっぱり実際見たらテンションが上がりました。まずスズキのエブリー42万円。エブリーは見た目がちょっと丸っこくて可愛いなって思ってるんですけど、中はこんな感じでした。そして次に見たのがこのホンダのアクティ47万円なんですけど、ちょっとさっきよりもシートがしっかりしているのと、前の席と後ろの席の間がちょっとさっきよりも空いてて座りやすそうな感じでした。旦那さんはこのシートの感じがめっちゃいいということで、こちら気に入ってました。そして次ハイゼットカーゴです。これは旦那さんは仕事で使ってるので、ちょっとテンション上がらなくて感じでした。マルカの生命にやってきました。うまい、めっちゃうまい。でも知らんこと多すぎたな。まずあんなとこに中古車屋さんあるの知らんもんな。そこかい。そこから冷やし山菜うどんってこんな美味しいってこと知らんかった。車の話なくなってる。エブリーがあの5速とか、ハイジットは4速とか、アクティとか N バンは3速とか、なんかまずそういうこと知らんかったし、このあれやな、これやねんけど、そうそう、なんかくるくるグレードが3つあって、くるくると板鍵がまず一番グレード低くて、次がパワーウィンドウとキーレスで、最後が何、電動ドアミラー、あ、ミラーが自分でボタンで動くみたいなのが、それが一ちゃんグレード高いっていうのも知らんかったやん。知ってたよ。知ってた。うん、去年ぐらいから知ってた。あ、そうだ、去年ぐらい。おそらく普通のスピード。それキャンピングカーの展示会とか見てる時から知ってた。うん、そうなん。ピンキリやね。てかそのグレードで分けられてるってことは、だって最初クルクルって書かれた時クルクルってすぐ分かった。分かった。何クルクルって。え、そういうことテンパとか、テンパのこと言うてると思って。なんで俺いじってる。そっからのスタートやで。やばない。うん、あと燃費とか、うん、3速しかない分な、アクティとかその N 番は燃費がな、あの高速とかを90キロぐらい走ってたら悪い、ちょっと落ちるって言ってたな。そうなってくるとって感じな。早く食べや。見てもうないで。それ見に行ってさ、マルカム製麺みたい。
これで、ほんでいつかはうどんツアーするっていうこの野望を胸に丸亀製麺来たやん。そんなに野望ですいやだからこれはほんまに思い出の丸亀製麺になるから、ほんま覚えといてな、この冷やし山菜うどんと。どれぐらいで来年には出来上がってんの？出来上がってる。料理したい。だってくるくるって何って言ってる人から説明してからあかんの。全部万博超えると思うね。万博が先か僕らのキャンピングカーが出来上がるのが先かどっちかもしれない。黙れくるくる説明してくれてるお兄ちゃんもこうやってくるくるのねってくるくるやってたらもうこれがどこに大回してるか分かるやろ。これでかいじゃん。これどこやと思ってんの。丸亀製麺やね。でもほんま思い出の丸亀製麺にしたいなって思ってます。くるくる小勢はそう思います。値段な、値段は車体費だけで全部40万ぐらいだったよね、やっぱプライスレスやな。でも思い出ないあんた食べへんって言ってたの。ノリノリやん。なんなん。チョコキャラメル。ノリノリのやつ頼んでるやん。やべ、美味しそうや。え、ここのやつめっちゃ美味しいもんな。え、ノリノリのやつ食べてるやん。なんじゃその色合い。もう映えとか気にせえへん。そうね。スプーンがうまい。どういうこと。あ、スプーンの感じな、形状な。じゃあこれ、ミントバニラのミントマリーナみたいな名前のやつ、これはもう、これはもう絶対プロにしかできへんあれやから、ね、バニラのめっちゃ美味しいやつの奥にミント、爽やかすぎる。うん、チョコミントとかあんま好きじゃない。めっちゃうまい。マリーナやで、その名前。どう思う。海、さっき私チョコでもある。これチョコとキャラメル最強かも。ダブル最強やん。もう映画に出てくる外国人の子供が食べてるやつやん。チョコ、チョコ、ほろ苦キャラメル。ほろ苦、ほろ苦キャラメルやな。大人やな。肉うどんの後はこれやで。いや行き過ぎやろ。めっちゃ太るやつやん。中古車見に行って帰りに美味しいご飯を紹介して、紹介できてないけど、いや別にどこにでもあるやん。丸亀製麺とか確かに